昨日だったと思うんですけれども、鳥越さんは弱い人のための都政、弱者目線に立った都政ということを、言っていました。私はこの言葉を聞いて本当に嬉しかったです。なぜならこの10年間私はいわゆる、弱者と言われるような貧困の、現場を取材してきました。その中でいろんな人の声を聞いてきました。この新宿でも年末年始にテントを立てて相談会をして、ネットカフェ難民の状態だとか DV で逃げてきて、そのまま路上で12月の寒い新宿で、女性だって女性でホームレスとバレるから本当に大変な思いで生きがきだとか、そういう草とかなんかそういうところに隠れながら露宿していた、そういう20代の方もいました。妊婦、妊婦さん、本当に若ちゃんが生まれる直前の妊婦さんにも会ったことがあります。あと派遣入りで本当に3日間何も食べていないと言って、その前に倒れ込みそうな人だとか、本当にそういう人たちをたくさんたくさん取材して声を聞いてきたんですけれども、本当に聞けば聞くほど全然その人たちに何も悪いことしてないんですよね。何もそのそれほどの思いをしなければいけないほどに悪い人なんて、何か悪いことをした人なんて一人もいない。だけどいろんな条件が、悪条件が重なって、家庭に恵まれなかったり、正規に、正規雇用だったり、そういう中でブラック企業で使い潰されてしまったりして、本当に大変な状況の中で、もう本当に社会から踏みにじられてきた弱者の方々の声を聞いてきました。今まさに私はその声を鳥越さんにぶつけたい、鳥越さんに聞いてほしいと思っています。鳥越さんは本当に、聞く力、聞く知人と言いますけれども、都知事に必要なのは話す力よりも聞く力だと思います。鳥越さんはずっと長くジャーナリストとして現場でいろんな声を聞いてきました。そして今、例えば、正規雇用が4割だったり、例えば生活が苦しいと答える人は国民生活基礎調査で6割を超えていたり、こういう状態を考えると、弱者というか弱い人、あるいは生きづらかったり働きづらかったり、将来が不安だという人はもうマジョリティだと思うんですね。なので、私たちは本当に今まで、今の国政もそうですけれども、上位 1% の本当に上位の人たちだけの、政治から自分たちに政治を取り戻す、そして都政を取り戻すということを、本当にこの鳥越さんのこの都知事選を通して必ず実現させて、そして、私たちで支えていきたいと心から思っています。以上です。ありがとうございます。本当に今、政治家に来ていた人が160万くらいの年収で大変ですけれども、政治家にも平均年収468万円なんですね。これ一見税金より300万高いからいいじゃないかと思うかもしれないんですけれども、じゃあ460万円の正社員のその収入で子供を大学に行かせられるか、子供が2人だったら子供2人大学に行かせられるかというと多分無理なんですね。なのでみんな今奨学金を借りている大学生の2人1人が、そういうことを考えると、正規の人はもちろんですけれども、いわゆる安定してると言われる正規の人も本当に大変な状況にあって、あとこれからどんどん介護の問題、介護離職だとかも広がっていくと思います。そういう時に、弱い人、いつ私たちが弱い立場になってしまうかわからない。でも、もし私たちが思いやりを持てるように、お互い優しくなれるように、助けてと言い合えるような、そんな東京都にしていきたいと思いますので、皆さん一緒に鳥越さんを応援していきましょう。ありがとうございました。雨宮さん、ありがとうございました。それでは続きまして、ルポライターの濱田貴史さんです。皆さんありがとうございます。ここに集まってもらってありがとうございます。今度の選挙は同一選挙か、皆さんよくご存知だと思います。私が言うまでもなく、今度の選挙は自民党、公明党、野党によるこの東京都が含まれるとなってきた、この長い自民党、公明党の政権によって含まれるになってきたのを、これを変える、立て直す、そして東京都を民主主義の都市にする、戦争をしない都市にする、平和の都市にする、そういうふうな世界に誇れる人にしたい、そういうふうな一票がこれから投じられるとしています。
皆さん、本当に全然惑わされてなく、私たちの一票を本当の平和に建築する、平和を建築する人にしたい。今までのような、いつまで作り上げたような、そういう土地を刷新する、新しい土地にする、そういうふうな期待を込めて、一票を投じてほしいと思います。皆さん、どうですか？石原慎太郎は何をしましたか？彼は週に3日とか4日しか通勤してこない、そして合意をしている、それを全く真似たのが松戸井さんでした。そしてどうですか、石原慎太郎、そして井上、そして松戸井、この3代にわたって東京都の支配が続きました。私たちはどうして東京都の選挙に勝てなかったのか、本当に残念です。私たちの力が及ばなかった。しかし今度こそ絶対勝てる、そういうふうな期待を込めて選挙投票所に行きたいと思っています。昨日私は四国姫県の伊方原発に来ました。伊方原発遠いです。本当の四国の端っこ、原発は全部端っこにあるわけですけど、そこに全島から市民の人たちが集まってきました。700人で、スポリコールを上げて再稼働を許さないということをやってます。どうですか、これだけ原発が危険でもうやめてくれと言ってもほとんど政権は振り向かない。どうですか、沖縄の人たち、沖縄の人たち、私たちの罪でもあります。沖縄に対して何もできてない、そういうふうなことで、どうですか、その安倍政権は選挙が終わった早速実力行使で機動隊で住民の沖縄県の人たちの行動を押し潰しています。こういうふうにとにかく権力は限りない弾圧をしています。絶対的権力は絶対的によく支配する、これが安倍政権の支配のもとであります。絶対的権力、3分の2を占めたからこれから憲法を変えようとしている。しかし私たちはそういうことは全く許していない、憲法法案も許していない、そういうふうにいい加減さっきだけでやってくるような政治にもう私たちは決着したい、その出発を東京都から始めていきたい。皆さん考えてください、私たちは原発運動でも負けていない。日本に54基ある原発の稼働しているのはたった2基しかない。52基はもう廃炉に向かってどんどん進んでいます。私たちの闘争が原発を再稼働させないでいきます。沖縄を見てください、沖縄はその人たちの苦闘、本当に涙を流し血を流し戦い続けてきた沖縄の苦闘は県知事を変え、国会議員を全て変え、参議院選挙でも変え、全ての選挙と勝ってます。それともなおかつ安倍政権は強行しようとしてる、日の子に死を建設しようとしてる、今度はヘリパッドの強行で建設しようとしてる、こういう暴力政治を私たちは絶対認められない。そのために私たちの死を本当に日本を変える、社会を変える、そういうような一票としてこの東京の選挙から始めていきたい、次選挙から始めていきたい。これだけ石原慎太郎、広瀬健治、そして松戸へ何か忘れましたけどこういう人たちがあった後、これにもなおかつ自民党政治を許すんですか、もう許せない。私はこれだけの不安はもう許せない。そして私たちは世界に向かって平和闘争を宣言し、世界に向かって民主主義を進めていく、そのような選挙で頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。本日候補よろしくお願いします。ありがとうございました。浜田さん、どうもありがとうございました。ここで鳥越俊太郎東京都知事候補が到着されましたので、会わせてもらいたいと思います。ありがとうございます。皆さんこんばんは、鳥越です。ありがとうございます。
後ほどまた言ってください。とりあえずは第一声、沢地さんにマイクを渡します。沢地さんお願いします。東京の都知事選挙はただ単に東京都の選挙というわけじゃないんですよね。この前の参議院選挙で自民党と公明党は3分の1が取れると思って私たちが手にすることができなかった反安倍の選挙の結果を出さなければならないと思います。何としてもこの選挙には勝たなければならないです。過去のいろいろな歴史を思います。戦後71年ですが、その間に私たちは一人の選挙も出さない。しかし福祉とか教育とかさまざまな点で日本は随分立ち遅れた国になってしまいました。その責任は安倍さんに取ってもらわなければならないと思います。今初めて安倍さんが脅威を感じて都知事の座を鳥取さんに譲るということの意味は、日本の政治全体あるいは世界の中の日本と考えるときに非常に重要な意味を持ちます。どうぞ皆さん選挙に行ってください。そして鳥越を書いてください。この選挙は本当に負けるわけにはいかない選挙です。相談口にお集まりの皆様、どうも。鳥越俊太郎でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと雨が少し降ってるような降ってないような感じでございますが、涼しい風が吹いております。ちょっとしばらくの間足を止めて歩いてる方も聞いてください。私は皆さんに4つのよしということを言ってます。4つのよし、なんだそれは。1つ、住んでよし。2、働いてよし。3つ、学んでよし。4つ、環境によし。この4つです。住んでやるということは、東京都に住んで本当に良かったな、そういう思いになるような東京都政を取り戻すということです。その中で大事なことがあります。私は2つのゼロということを言ってます。2つのゼロ。1つは待機児童をゼロにしましょう。待機児童はゼロにいたしましょう。もう1つ、待機高齢者もゼロにしましょう。待機高齢者もゼロにしましょう。この2つは日本の、そして東京少子高齢化という大変な事態が進行している、これに待ったをかけて今すぐでも手を打たなければいけない2つの大きな課題です。これに東京都知事が何をするか、やはりまず待機児童はゼロにしなければいけません。そのためにはいろんなことをやらなきゃいけない。